はい、久保さん、こんにちは。気になる男、102話ですね、102話。ちょっと今、お昼、夕方ぐらいに今撮れてるんで、ちょっとだけ声を出せる状態なんで、ちょっと元気よく行こうかなと思うんですけど。<laughs> いつも別に元気ないわけじゃないですけど、俺ら深夜に撮ってるんで、なるべく声を出さないようにっていう感じで撮ってるんですけど、あ今は、ちょっとまだ夕方なんで、えー、撮っていこうかなと思うんですけどね。えー、気になる男、 新展開ということで、101話ですね。101話前回、いろいろお話ししていただいたかなということで、この200話までの未来設計をコミットせよという形で今回、撮ってみました。まずまずなんですけど、気になるとこシリーズ100話達成ということで、ありがとうございますというか、本当に視聴者の皆さんという形か、何と言いますか、本当に ともかく自分の中で良かった。あよく行ったなというところです。まあ無我夢中でこう走ってたところがあるんで、あまり実感がないっていうところがあるので、まあこれもまた一つ非常に危ういところがあるところでもあるんですけど、ただこの100話の中で、えー、売り上げ3 0万上がったっていうことは、まあ結果として、えー、ありがたい、いいところでございますて本当に良かったなというところをなんですけども、 まあここですよね、ここ。で、ここで、まあ、一つの目標を達成したということで、まあ減速してしまうっていう気持ちが少なからず、やはり出てきてるっていうのが自分で感じていると。まあこのように、えー、麹馬王子という形で、えー、なかなか、なかなかこう、どうしても気持ちが緩んでしまうっていうところが、 あるんで、どうしたら一番いけるのかなと、自分がどうしたら一番いい状態で進んでいけるのかなっていうのをいろいろ今日一日中ずっと考えてたんですけど、やはりこっかなと、大きな目標を掲げずに、目の前の一本、大きな目標を掲げずに、やっぱり目の前の一本、これが一番自分の中でしっくり食うなっていうところで、で考えたんですけど、 ここですね。100話までの売り上げを一旦忘れると。100話までの売り上げを一旦忘れる。そして100話っていうところまでも忘れると。全部忘れると。なので、所詮は過去の異物、えー、ということだというところを引用させてもらうんですけど、忘れようと。でも一旦忘れようと。うん、いろんなことを忘れると。で、新たな気持ち。新たな気持ちで二0 0話を行くと。 で、そこで売り上げ30万を設定すると。もちろん、久保さんの中でね、新しい、今までいろいろやってき0 0話までやってきたんで、えー、当然スキルも上がってるだろうというところで、それ以上のところを目指すべきっていうところのお話もありましたと。初めは自分もそう考えてて、うん、どれがいいのかな、もっと上げた方がいいのかなって、こう、いろいろいろ考えたんですけど、ね、スキルアップしてるかもしれないしね、こう、30万だ、30万、 のままだと進歩がないんじゃないかみたいなねお話もあってえどうしようと考えたんですけど今の感覚では一旦忘れると全部忘れると一旦忘れて、えー、初心に戻るというところをやろうかなとまあここなんですよねあの自分の力を自分で確かめるとまあこれがとても怖くて今避けたいというところの気持ちが反面あると本当に、えー、これは 良かったのかとこれで本当にこれがこのことは本当だったのかというところもねもう一度確認したいというところもあるのでこれはね怖いからこそ確実に一本こなしていくというか怖いからこそ確実に一本こなしていくっていうところをやっていきたいなと思っておりましてもちろん100話までは100話まではこうすんなりすんなりいったわけじゃないですけどまあ結構夢中で。 えー、遅れるなとか、遅れるなっていうか、こう、ともかくこう、ついていくっていう気持ちだったんですけど、また、えー、今度は200割、行くときに、当然、えー、行くまでに、まあ、必ず苦しいときが来ると思うんですね、えー。そういうところに対して、まあ、しっかり心の準備をしておくというか、あ想定しておく。 まあきっと何か起きるだろうと200話に行くまでね、そしてその時何か起きても慌てないという気持ちを持ってやろうかなというところですね。あまりにこの目標をばっかり追っていくと、少し自分の心が揺れてしまうんじゃないかなというところがありましたので、そこは考えないと。まずは200話というところを向かっていくというところでもちろんその中で、まあ、行ける時は攻めると。行けるとは攻める気持ちを忘れずにということで、まあ、こういうところですね、まあ、諦めないと。 好きがあれば絶対行くっていう気持ちももちろん持ちながらですけれどもやはりしぶとくやっていく、まあ、これしかないかなというところで、えー、今回少し短く短い話になるんですけどただいろいろ考えた中で自分が今あしっくり一番今しっくりいく気持ちが声なのかなというところなので、えー、こういう形で、えー、気にの男第102話を取らせていただきましたということで200話までの未来設計をコミットせよということで、ねえー、初心を忘れず、えー 100話までのことそして100話までのことがあった方、とあったところをね自分の心の中に留めながらもそれをねさらにその先に行く前にまずは一旦自分の中でしっかりとこの 現実というのをしっかり捉えてしっかりやっていくとまず200までやっていくとそこからいろいろ考えればいいんじゃないかなと思いましたのでまずは200話までそして100話30万を達成できたんであれば200はいくまでにも達成できるだろうとこの単純明快な理論この単純明快な理論でいきたいなと思っておりますはいということで気になる男第100にはここで終わろうと思いますえー、久保さん第103話よろしくお願いいたしますはい ではでは